草野又六と五生屋の異行が刻まれた大井神社の修復再建碑文五生屋とは、江戸時代中期、筑後川の中流、床島関機構に貢献した五人の生屋、鏡村高山六江門、八十亀村、秋山新左衛門、高島村、影陣江門、東数村、中垣精江門、早田村、丸林全左衛門である。母木儀法政の歴史小説。 水神のモデルとなった、浮橋の大石関機構に貢献した後昭屋とは別の五人の昭屋であり、時代と地域も異なる。江戸時代中期筑後川北岸一帯の地は、美伝であったものの推理に乏しく考えの甚だしく、宝永七年の干ばつに遭遇することで痛みは、離散するものが多く、村は年々疲弊していった。当時の昭屋高山六江門をはじめ、秋山新左衛門。 影陣衛門、中垣正門らは皆郷土を守り、村民を救助船として、河北水道を改札することで、考えの塔を開こうと決意し、久留米藩府に嘆願して、許可を受け、藩府の命により、草のまた力が指揮官として任に当たった。まず、石関を、聖徳2年正月21日をもって寄港し、日に3500人の妊婦を要して、遮断と建築にかかったが、 筑後川のこの一帯は何、追う本流の地で、工事の様子を、当時の藩の家老は、勇壮にして活発、見る者の魂を奪われ、前代未聞の、壮関なりと激章したほど、壮絶な、流れとの戦いであった。同年2月開日ようやく、一関が上就した。そこには、当時、推理の問題で、筑前藩との争いがあったが、昭夜、 丸林全左衛門は身を提して、大井歓声に寄与していたことが後に判明した。以後、新水道の改作投稿時をなし、同年4月13日、徳島関及び新水道の、竣工がなったものである。年齢30歳、かねてから、新田開墾の志を持っていたが、念願の伊勢三宮で見聞を広めてますますその、志を固めていた。その後、 富士の根や三葉四葉の富荘の、というレンガの句を夢に見た。それは念願の神殿上就、子孫繁栄の吉無だと励まされた。宝永七年には大干ばつのために百姓が村を離れるのを見て、いよいよ意を消し、久留米藩へ出願する。筑前よりの講義で工事が延期となった1711年12月には、甲羅神社で七日間の断食祈願を行った。 一応出来上がった席が予想以上に水漏れが多く、新溝への水のりが不十分であったが、六右衛門の案により、草のまた六の許可を得て、成功に導いた。迅速かつ野院に作業することで、筑前領土の紛争を起こす暇なくするためで、知略非凡であることが伺える。水道工事について、久留米藩への出願にあたり、この四人を中心にして、関係のある村々が立ち上がった。 合計28カソンで、昼夜健康で願書を書き上げ、聖書、いざ提出という時になって、7カソンが離脱し、残りの21カソンの連番で願書を1710年10月提出した。この間における、北野村王将や秋山全左衛門の援助圧戦も力があった。1712年4月竣工した徳島関は、新田を考えし、 かなりの収穫を上げられるようになったが、船同士があるため、多量の水の無駄があり、1714年船同士、変更の改修工事を行うことになった。工事の中ほどに、竹野群、早田村の領分であったが、久しく工物地となっていて、境界不明の土地があった。筑前寮の長田村はこの地に接し、船同士を閉鎖されると土地が湿り、洪水の際は多くの被害を受け、 さらに船の不便や黙っていては、筑後領になると思い、この土地を筑前領だと言って、この工事を妨害した。早田、村正や、丸林善衛門は、直接、徳島関の利益を受ける立場になかったが、強く地村の所有権を持って対抗し、筑後側の思考の便宜に懸命の努力をした。工事の際乱闘になり、善座門は、長田村に連れ去られてしまった。 中夜厳しく責め立てられたが、屈しなかった。約三ヶ月換金と過尺によって、体の自由を失い、ついに病を得て、この世を去った。全左衛門は、この工事により利益はないだけでなく、支配地を失うこととなるがあえてこれを顧りず、公益のために、一心一下を犠牲にしたものである。この全六もまた父に劣らぬ義教の人であった。このような丸林不死の自責は、 丸林家所蔵の文書に詳しく記されている。山本軍、二名川村、影宗五郎の次男で、道軍宗の村草の御在門の養子になっていた。推理開墾土木工事の技術に長持、最地、決断力、勇気など抜群であったので、私分に取り立てられ、信任が厚かった。1712年1月工事が始まった。南工事は覚悟していたが、 その関留工事の困難さは尋常ではなく、さすがのまた六もほどこす実なく、すっかり失望し、荷川村の実家に帰り、振動のあまり病床につかんばかりであった。ところが、実母は、よほどの剣母であったのであろうか。また六を門前に呼び出して、美濃の連山を指し、あの未能山を見よ。あれだけの土や石があるではないか。あの土石をもってしても、 筑後川をせき止めることはできないのか、と厳然として励ました。また六は、母の言葉に努力不足を反省し、勇気百倍、奮然として立ち上がった。山々から数十万の多いし、金村の破壊し、小石を古船に積み、船と共に港に沈めるなどの方法で、2月末日3500人の妊婦を全て席に集め一斉に作業を開始した。 巡視中の過労ありま意気は思わず、前代未聞の相関と叫んだという。1714年の船当し変更の改修工事では、丸林全左衛門の技境に助けられ、成功した。徳島関工事には、鏡村昌や高山六衛門の功労が大であったので、久留米藩主から、米石の貸詞音名がある旨伝えたが、六衛門は、神仏の加護と上司の骨折り、 さらに事実が到来していたからで、自分は何の功績もありませんと誇示して受けなかった。明治19年時の県令は草のまたろとご昭夜に対し、生前の功労を表彰し、金30円を送った。大正5年大正天皇から草のまたろとご昭夜に、大使増樹五位のご沙汰があった。大正14年草のまたろとご昭夜の徳を称えて、天神様として、 水神様と合詞した大井神社が厳密遺軍、立新町にある。なお、大井神社修復再建碑文には、御章屋の氏名の、えが、すべて、え、影人、右,右衛門の、影人、左衛門と記されている。ありがとうございます。